模様を今晩からついに降り出すみたい。天気困難、四六時中気にすんの生まれて初めてだよ。夜もあんまり眠れないし、気象のエローゼとかになりそう。大丈夫？必ず助けよう。まあ、そろそろね、いい加減ね、行かないとなぁと思いつつも、込みをしようと思います。よろしくお願いします。お、数学の中山先生だ。我がカタカナなんだけど。語尾気になるなぁ。この中から存在しないものを答えて。あれどれだっけびっくりした。俺が刺されたんかと思った。ちえちゃんか。友愛数、婚約数、結婚数、社交数。結婚数だよね。よーし、ありがとうございます。お、お昼休みですよ。部活か、運動部。うーす。そして吹奏楽の方もあるんだね。今日はあれかな、とりあえず吹奏楽部はね、太陽系のペルソナさん作ってから本格的に動いていこうかなと思ってるんで、今日のところはあれかな、運動部、サッカー部の方行こうかな。で、屋上行って2つ目の質問をしましょうか。趣味を聞く。動物に触れること。よし、では運動部行こうかな。どうしようかな。よーし、では行きましょう。またか。まあ今日は片付けの前に特訓だな。頑張りましょう。うーす。違うだろ。自分のために永瀬と一条が特訓に付き合ってくれることになった。優しい。二人のさりげない優しさを感じる。さあ、ということで、ランク3ですね。ありがとうございます。じゃあまあやるか。頑張りましょう。気にはなるよな。サニー特訓した。お疲れっす。で、選択肢はなかったか今回。ただいま。やばいですねやばいですね。ちょっと遊びすぎた感あるな。なので、今日は、お勉強かな。あと読んでないのは、釣りの本だよね。よし、では、お勉強します。きましたね。ありがとうございます。で、さらにアップと。よーし。知識が年相応から広めになりました。ありがとうございます。4月の時点で1個上がったのでかいな。ということで、4月の27日です。今朝も雨が続いている。さあ、今日は雨降ってるから多分屋上にはさすがにいないですよね。じゃあまた別の日に行きましょうか。質問の方は。ということで、今日はですね、ゆきこちゃんを助けに行こうと思います。行きましょう。全員揃ったね。さあ、状況確認する。そうですね。今日で一日で決められるように頑張っていきますのでよろしくお願いします。行きましょう。大丈夫。私たちならできるよ。できる。みんな遅いクマ。そりゃそうだよな。そりゃそうだよな。ごめんね。さあ、ここから失踪者の救出に向かうことができます。失踪者のいる場所では、シャドウとの戦いになるので、装備品の強化や戦いで手に入れたペルソナをベルベットルームで強化することが重要です。さあ、ということで、セーブができたり、あとはベルベットルームもね、使えるようになるので、この場所でも。この辺をね、うまく駆使しながら、攻略をしていこうかなと思います。どんなことがあってもお前だけは冷静でいてくれよ。わかりました。頑張りますよ。大丈夫かね、ヒコ。ずっと一人なんだよね。だよな。よし、では、行きましょう。これを持っていくクマ。おー、帰れる3個。ありがたい。ありがとうございます。歩いて帰るのが辛いときはそれを使うといいクマ。ありがとうございます。よし、では、行こうか。気をつけてなぁ。頑張ってくるで。ムーン。開幕ムーン。先生、ちょっといい？なんかこの前と道が違っていて厄介なところみたいクマ。でも、クマがいるから、先生は心配ナッシング。ありがとうございます。道案内は任せるクマ。任せました。さあ、現在の周囲の状況は、画面左下のマップで確認することができます。また、スタートボタンを押すことで、現在のフロアの踏破状況を見ることができます。まあ、こんな感じですね。基本的にはね、埋めていこうかなって思ってます。で、あとは、あれか。ちえちゃんの指示を直接にします。よし。では、行こうか。とりあえずはね、戦いながらやっていこうかなーって思ってます。でね、そこそこにアイテムもね、SP 回復余裕あるかなって思うんで、まあ、やられないことも大事なので、まあ使うときは使っていこうかなと思います。では、やっていきましょう。まあ、最初のうちはね、ラッシュでもいけるかなと思うんで、ラッシュしていきます。なるほどな。どうしようかな。おー、そういうことね。うこばくさんいただきましょうか。ありがとうございます。よっしゃ、レベルアップ。で、あとちえちゃんのねレベルをね上げていきたいよね。若干離れてるので、やはり気をつけながらやっていきたい。さあ、階段発見。なんですが、しっかりとねマーキングできるところはできる範囲でやっていきます。全然ラッシュで大丈夫そうだね。オッケーオッケー。よし、では大丈夫そうかなと思うので行きましょうか。先生大丈夫か？疲れてないか？大丈夫です。まあどうにもね、自力で戻れないぐらいにやばかったりしたら帰れるとか使いましょうね、みたいな、そんな感じです。あれれ、扉の向こうに誰かいるみたい、コマ。行きましょう。ユキコ？天樹、無事か？やっと見つけたのに。ユキコ、なんか変。あら、サプライズゲスト？どんな風に絡んでくれるの？盛り上がってまいりました。さてさて、私は引き続き王子様探し。一体どこにいるのでしょう。こう広いと期待も高まる反面、なかなか見つかりませんね。あ、それともこの霧でかくれんぼ？よーし、捕まえちゃうぞ。ではでは、さらに少し奥まで突撃。なんだよこれ。ユキコじゃない。あんた、誰？何言ってるの？私はユキコ。ユキコは私。違う！あんた、まさか。本物のユキコはどこ？なんだこの声。シャドウが騒ぎ出したクマ。それじゃ、再突撃行ってきます。王子様、首を洗って待ってろよ。あ、待って。今のユキコ、どういうことなの？まさかあれ。そうクマね、多分もう一人のあの子クマ。俺らの時と同じってか。でもでたらめに騒いでたわけじゃないクマ。本物のユキちゃんは何かを見せたがってる。それをはっきり感じるクマ。なんていうか、このお城そのものがあの子に関係してるっていうか、想像してたより結構危険な感じクマ。ユキコ。おい、またかよ。ったく、一人で行くなって言ってんのに。さあ、ということで、先にね、進んでいきましょうか。どこからともなく声が聞こえてくる。もうすぐ王子様が私を迎えに来てくれます。私はいつまでもお待ちしてます。いつまでもいつまでも。声は聞こえてくるけど、この辺には先生たちとシャドウの気配しかないクマ。よーし、わかりました。できるだけね、背後から取った方がいいんですが、結構ね、ガツガツやっちゃってますよね。よし、では行きましょうか。そういえばさ、ね、3人の総攻撃も見てみたいですよね。行きましょう。おお、やっぱかっけえな。安定ですね。そして敵さん強いね。おっ、ナイス、ちえちゃん。1点倒そう。大丈夫ですよ。よし、ではもう一回行きましょう。よし、ありがとうございます。経験値にしとこうかな。あれ、待って、今宝石手に入んなかった？これでお店行けばよくないか？このアイオライトね、多分そうだよね。よーし、オッケーオッケー。さあ、ということで4階です。いらっしゃいませ。本日は天際旅館にお越しいただき誠にありがとうございます。こちらがお部屋でございます。何かご用がございましたらいつでもお申し付けください。この声は何を言ってるクマ？ここは旅館じゃなくてどう見てもお城だクマ。確かに。なんだっけな、5回ぐらいでさ、ちょっとしたトラップみたいなやつがね、あった気がするんですよ。なので気をつけながらね、やっていきたいんだが、やばいですね、どうしようか。でも極力倒したいな。お、お願いします。ナイス、陽介。やっちゃいましょう。最高すぎる。ありがとうございます。いいねいいね。そしてシャッフルタイムと、どうしようかな。ザントマンさん、おお、ありっちゃありだな。どうしよう、もらっとくか。よーし、ありがとうございます。そっか、そういうケースもあるんだっけ。気をつけなくてはですね。テーブルさんか。お、そっか、開けましょうか。アクセサリーね、大事だからね。とりあえず何かしらつけた方が、ないよりはあった方がいいかなと思うんで、とりあえずつけておきます。4階の方も大丈夫かな。よし、行っちゃいましょうか。どこにいるクマね。感じるクマ、あの子の気配クマ。きっとこの階にいるに違いないクマ。確かね、これさっきも言ったんですが、この5階にね、なんかトラップあった気がするんだよね。まあ、そこにいらっしゃるのはもしかして王子様でしょうか。私は囚われの身です。どうか私を助けてください。王子様ならきっとどんな困難な道のりも乗り越え、私を解き放ってくれるはず。私をお待ちしてます。なんか変な雰囲気、クマ。気をつける、クマ。気をつけます。敵は3体、クマ。油断禁物。頼むぜ。照らすな。敵ダウン。ちょっといいよ。誰かこいつを。エクストラ。どうだっけな、確かね、とりあえずお部屋入れば分かったかな、そのトラップ。さて、ガツンとやっちゃいますか。とりあえずどこかしらのお部屋入ってみましょうか。あ、残った。あ、でもラッシュで大丈夫かな。ありがとうございます。マジか。そう。こういう感じのやつがあったんだよね、確か。そうそう。ただ、あれだったかな。基本的に逆方向進んでいけば解決したはず。おー、ファントムメイジさんですね。なんだっけな、ジオ系通ったっけ、確か。打ってみようか。極力ね、弱点つける敵さんだったら倒していきたいんで、オッケーオッケー。おっ、お願いします。ナイス、陽介。行くぜ、相棒。いい返事だ。どけどけ。まあ、さすがに残るか。じゃあ片方倒しちゃおう。陽介が調子に乗ってるクマ。調子に乗ってるクマ。うわー、マジか。やべえやつ。やべえやつだ。おお。さすが陽介。倒しきれるかな。でも念には念をってことで字を打ちますか。状況が状況っすもんね、今。しゃあないしゃあない。よし、レベル8か。脳天は覚えさせたいよね、なんとかして。おう、扉の向こうに誰かの気配。この匂いはあの女の子だ、クマ。さあ、中ボスだったかな。とりあえずそれなりには回復しといた方がいいっすよね。よし、行こうか。いけるさ。よし、では頑張っていきましょう。開幕たるかじゃか、マジか。そうだったっけ、確かそんな感じだったよね。でも弱点でアギ系だった気がするんだよな。ただな、とりあえず能力いじるところからやろうかな。どうするか。全然ね、あぎっちゃっていいかなって思うんだけど、ウコバクさんレベル3ですからね、どうしようかな。悩みどころだよな、やっちゃおう。えい。やっぱそうだよね。よし、一斉に攻撃するよ。準備？行きましょう。硬い気がするな、でも。勝った。で、陽介んとこで中邪魔を使います。マジか、当たんねえか。壁張られちゃった、大変だ。じゃあ物理で攻めていくしかないかな。ペルソンさん、バルキリさんにしようか。変えてラクンダを打ちます。まあ壁張られたらね、しゃあないっすね。陽介はマカ邪魔、とりあえず一回当てときたい。安心したい。 OK、 アタックアタック、チャージか。まあでもね、マカ邪魔効果ありますから、これが狙いですよ。まあ、ある程度ね、封じてしまえば、で今のうちにできるだけ。でちえちゃん攻めて半分ぐらいか。詰めちゃっていいかな。でもう一回当たってくんないかな、中島さんお願いします。はい、いいね、最高。大丈夫ですよ。うわー、しーちゃんか。まあでも耐えてる耐えてる。はい、でマカジャマ当たってお願いします。よーし、いいよいいよ、調子良くないですか、なかなか。お、ありがとうございます。チャンスチャンス、いくよ、行きましょう。いけるわ、勝とうぜ。で大丈夫。よーし、ありがとうございます。さあ、ガラスの鍵を手に入れた。ちえちゃんなんか走ってなかった、大丈夫。あなたが本当の王子様ならきっとまたお会いできるでしょう。私は所詮囚われの身、こっからは出ることなど叶わないのだから。気配が消えた。コマ大丈夫だったか先生。きっと先は長いぞ、無理しちゃダメコマ。疲れてるなら一旦引き返した方がいいコマ。もう辛い、これ以上無理。よし、では引き続き頑張っていきましょう。8回ぐらいだっけな、雪古城って。ジオジオでいけるかな。自爆注意だよな、大地さんは。さっきね、ちょっとね、一回戦った時に自爆されましてですね、ちょっとやられかけたんですよね。倒しきりが一番いいんだけどな、残っちゃうよね。とりあえず倒しきれるかな。保険かけとくか。よし、ありがとうございます。ナタ大使さんいいなぁ。いただいていきましょうか。マジか。まずスライムさんかな。よし、ありがとうございます。で、倒したことによりいけるよね。 OK です。階段見っけ、早く進もうぜ。でもう一箇所あるよね。あっちも開けとこうか。多分いけるはず。こっちね。こんにちは。よし、では行きましょうか。帰れる3個でした。あのお部屋の宝箱。さあ6階です。行ってみれば現役女子高生おかみといったところでしょうか。なんともこう惹かれる響きです。いろいろと飛び交ってますね。もうちょいかな。よし、次行こうか。さあ7階です。おじさんまだ来ないの。もうちょいか。この上頑張ろうぜ。宝箱じゃね。行きましょう。火のブローチ。こういうのもね結構強いんだけどな。どうしようかな。ちえちゃんにつけとこうかな。よし、ということで一応一通りは見られたかな。行きましょうか。いよいよかな。ですね。この気配はあの子クマ。あの子が扉の向こうにいるクマ。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますのでこちらもチェックしてみてください。